毛利治ー・法暦十二年文化元年八月十三日は、長州藩一門画廊である、朝毛利氏家の八代当主。父は、毛利皇帝。養父は毛、毛利氏秀三つ性質は、毛利氏秀栄の娘優栄子。養父と同じく、長州藩主、毛利重成より変記を授かり、治サと名乗るに、重成が読みを改めた際にはこれに合わせて、 高信と読みを改めたものと思われる。通称は、小史上、乙の進む、若さ。子に、毛利坊明、毛利ふさ毛利冒険がおり、いずれものちに、毛利人志望より、変記の授与を受けている。法暦十二年、一門、宇田毛利皇帝の三男として生まれる。浅本氏市修のの婿養子となり、安永五年、修営の死去により、家督を相続する。 毛利治親、オサ夫氏の二代の藩主に仕え、五国中お仕置役、留守居役、当職徹役、当職を歴任し、藩の財政改革にあたる。完成元年、萩を訪れた、幕府順剣氏の防火責任者を務める。完成七年、家督相続の五霊言調のため江戸城に登場した、清方の友氏、将軍、徳川家成に拝越する。今日は二年、 寮内に、教皇朝日館を設立し、過信指定の学問を推奨した。文化元年8月13日死去。去年43。家徳は、着難の傍衆が相続した。ありがとうございます。